はい、なんとですね、今日は私が心から尊敬しています、愛してやまない大先輩がお越しくださったので 来ていただいたので、ちょっと呼んでみたいと思います。あすかさーん、わー いじってんだよ、ド頭から。いやいやいや、ありがとういございじりまやす。がって。本当年末のね、お忙しい時期に、お座りください、アスカさん。ありがとうございアます。スカさん、そ失ん礼な、します。立ってないでくださいよ。どんどん座ってください。すいません、本当に。お忙しい中。ですね、私の写真集が、できましたか？そうなんですよ。アスカさんに、やったー見ていただきたいなと思いまして、やったー本当、なんでもいいので、やったどんな感想でもいいので。私は全てのネットニュースをチェックしてますから 逆に怖いですね。うるさいよ。逆にそれどういう感情で見られてるのか、やったちょっと本当もう何の感想でもいいんで。もう見た？今私はもう10分前ぐらいに初めて見たんですよ。出来たてほやほやなんで。見るよ。じゃちゃんと本になってから先輩に見せるのこれ初なので。だって本になる前は高山一実さんが見たんでしょ？それは知ってるよ。それは別じゃないですか。一番に見せますって聞いてくださいよ。一番に見せますねって言われたのに。違うんですよ。なんか高山が見たって言ってて。写真集って紙になってから写真集なんですよ。パソコンで見るのはデータなんですよ。写真集は飛鳥さんが一番って言ったんで、ちょっと、いや、ほんと、なんでもいいので。見ますよ、じゃあ。お願いします。緊張するなぁ。お願いします。うわぁ ご自分的にはどうだったんですか？見てみて。いや、私としては、大満足です。大満足。いや、その飛鳥さんを、想像しながら、角で殴るよ。ちょっと使い方が一冊目なんで、この世に誕生したばかりなんですよ。綺麗な目ん玉してんだね。アスカさんめっちゃ目のこと言いますよね。うん、私人の目ん玉好きなんだよ。目ん玉って言わないですよ。ほらほらほら。おお。綺麗な目ん玉してるわ。嬉しい。目を褒めてくれるんですね。あらあらあら、何？何してんのこれ。これは、何してんの？お花畑の中で。お花畑の。ちょっとお気に入りのなんかショットとか。お気に入り見つけて。なんで全部私が気に入る前提で喋ってるの？え、全部見るよ。見えました自体が。気に入るかどうかわかんない。おぉ。おぉ。おぉ。ああ。これが気になっちゃうんだけど。これですか？魚持ってるやつ。気になっちゃうね。そうですか？おぉ。おぉ。大人ですね。大人じゃん。結構だって序盤だよ。序盤にこんな大人な顔していいの？意外と最初から突っ走ってるんですよ。突っ走ってるわ。おお、大人だわ。大人だわ。ちょっと今んとこずっと大人だわ。10月、あら。これは赤ビキニですね。あらららら。この骨が出てるんですね。ちょこつ。それがいいんですよ、きっと。本当ですか？ジョコツファン出てくると思う。ジョコツファン出てくる。出てくると思う。ジョコツファンですか？私は別に。あ、私は。自分で選んだんですか？選びました。ええ。なんか赤って感じじゃないですか？なんか水着着るなら。そうでもないです。間違えました。そうです。いいですね、表情豊かで。おお。褒められました。こういうのあるとなんかあれじゃないですか、ファンの人は喜びます。彼女にしたいって思うんじゃないですか。おファンの人はね、想像ね。あ、こういうのとかもいいんじゃないですか、多分好きな人います。え、本当ですか？なんかなんかおなんかなんかプラスの方で言ってくださいね。なんかプラスの方で言ってくださいね。いいの？え、いいんだよね。
だって別にさ、別にだもんね。これただの食事シーンですよ。そうだよね。私が普段こうやって食べてますよっていう。ザクロをこうやって食べてますよっていう。そうだよね。あれなんで。日常を切り取った。そうですそうです。ごく自然な。いつもの映画の撮影現場とかでもこうやって食べてますよ、ね。ああ、確かに。確かに確かに。美味しいって言ってますよね。え、お、え、やっぱいいですか。これ結構私的に勝負カットなんですよ。勝負なの？これは絶対もう履こうと思って。この、あ、そうなんだ。このやつはちゃんと履こうと思って。なんか、なんですか、なんですか、なんですか。いや、いいと思う、いいと思う。本当ですか。なんか。どっちのどっちの面白いよね。マッキーってちゃんとなんか、うん、ちゃんとなんかまっすぐの道を歩こうと頑張ってね。どういう意味ですか。好感を持てるアイドルとしてね。あ、本当ですか。すごい好感を持てますね。それはやっぱ先輩だから、そういう道を、ね、切り開いてきた結果こういう写真に、ここに繋がってんの。そうです。この、この写真にこういう衣装にたどり着くっていう。あら、お、あらららららら。お風呂、お風呂でも撮ったんですよ。お風呂入ってやがる。お風呂入っちゃったんですよね。あらららら。あ、これはちょっと刺激的です。ちょっとこれは、ちょっとこれ、これどうですか。どうですか、どうですか、これ。うん、いいの。頑張りましたよ。私だって。いいの？頑張りましたよ。かわいいこの顔。本当ですか？うん。間抜けって感じ。褒めてます？褒めてる褒めてる。かわいいよ、間抜けの顔。ほくろみっけ。お、ほくろ探偵、あすかさん。もう適当になったね。頑張ります。お、お、なにこれ？これは毎日私が。夜な夜な書いてた。何これ。日記をそのまま、全部字が小学生なんで。ほんとだね。字が小学生だけど。小学生みたいな字書くんだね。内容もだってなんかね、子供みたい。ボートに乗りました。腕がムキムキになった。いい加減にしろ。これ逆にみたいなとこありません？逆にみたいな。逆に逆に、なんかこういう抜け感もあるぞみたいな、うん、この辺のオフショットも何枚か。本当ですか。インターネットで見させていただきました。めっちゃ見てるじゃないですか。もちろんですよ。もしかして。違います。これ良くないですか。これはいいと思います。私すごくこれ全部、うん、作ったんですよ。いいと思います。これもあなたのアイディアなんですか。まあ、皆さんのアイディアを集結して。へぇ、そうなんですよ。カバーを外すとこうなってますね。なるほどね。いいと思います。本当ですか。かわいい。見終わりましたよ。お、総評を。総評いただいてもよろしいですか。総評か。総評、総評はやっぱ目が綺麗。結構ガチなの。目が綺麗だよね。本当ですか、うん、嬉しいです。褒められました。初めて。なんだろう。でもなんか頑張りが伝わってくる感じがする。頑張りました。うん、なんかちゃんともう一からいっぱい考えて作りましたっていう感じがすごいする。そんなこと言って泣いた。何が泣いた。はい、ということで、斉藤飛鳥さんでした。ありがとうございました。バイバイ。